皆さん、こんにちは。2019年12月当時、春馬富士が鷹の岩に暴行した事件がきっかけで、藤田紀子さんが結構頻繁に報道番組に出演していました。相撲の世界を出た人間なのでもう関係ないという意見もありますが、近年あまりメディアに出ていなかったので、声がかかれば出演していたようです。そんな藤田紀子さんですが、花田満さんと離婚した理由は、一体何だったのでしょうか。一部では浮気だとかいろいろな原因がささやかれています。そして花田浩二さんとずっと疎遠になっている理由や、若い頃に比べて容姿が変化していると言われていることについても取り上げたいと思います。まずは藤田紀子さんのプロフィールについて見ていきましょう。藤田紀子さんは1947年9月7日生まれ、大分県大分市の出身です。1970年、貴乃花さんと結婚しました。その後、2001年に不倫疑惑報道中に別居して離婚しています。離婚後は、女優やコメンテーターなど芸能活動を再開して活躍されています。当時、二子山親方と結婚していた藤田紀子さんは、毎日弟子の力士のために料理を大量に作っていたため、料理を作ることが大嫌いになったのだそうです。力士って大量に食事が必要であり、大変なのは一目瞭然です。料理が大嫌いになったのは十分納得できます。ただ力士と結婚するということは、そういうことも含めて納得の上で結婚されていることと思います。力士60人分の料理って相当すごい量なのでしょう。以前藤田紀子さんが徹子の部屋に出演していました。その時にさらっと離婚の話について触れた時に、子供たちが自立して成長したので離婚したと語っていました。ということは二子山親方との間に何か問題があったか、藤田紀子さん自身が相撲界のしがらみに耐えられない苦痛を感じていたという問題がありつつ、子供が独立するまでは我慢していて、成長してから離婚したとも受け取ることができます。藤田紀子さん自身は二子山親方との離婚について、それは言えたら楽ですけど絶対に言いません、親方個人のことだからそれを明かすことはできないと語ることを頑なに拒否しています。人様に言えないよっぽどのことがあったそうです。そういうことがなければ私はきっと、せっかく31年一緒にいて頑張ってきたわけですから、一緒にいられたんですけどねと述べています。そういうことがなければ一緒にいられたんですけど、ということは相手方の二子山親方に落ち度があったような、何か問題を起こしたように受け取ることができます。しかし藤田紀子さんにも18歳年下の青年医師との不倫が発覚した過去がありました。頑なに離婚理由を口にしない藤田紀子さん、報道では相撲界の厳しいしきたりやルールが窮屈になって離婚したのでは、浮気が原因ではと勝手に決めつけて書かれていることもあるようです。やはり藤田紀子さんと二子山親方の間にプライベートな重大な問題があったのではと考える方が自然でしょう。そんな藤田紀子さんですが、長男の元横綱花田勝さんの家族とは普通の家族のように交流していて、連絡も取り合っているそうです。年に何度か旅行するなどわだかまりはないようです。しかし次男の花田浩二さんとは全くお付き合いはなく疎遠だそうです。藤田紀子さんは花田浩二さんと疎遠になっている理由を以下のように語っています。兄弟2人、同じ道に進み、父と同じ職業に就き、父の地位を超えていろんな環境が変わり、自分の周りの状況も変わるといろいろあるのでしょうと、兄弟間にしこりがあったことを認めました。親方が亡くなる直前ですね、花田浩二さんから電話がかかってきた時に、その話をしてちょっと変わりましたと兄弟間のぎくしゃくぶりを指摘してから、これまでの関係が変化したと告白したそうです。いよいよ親方が危ないという時に電話を入れたんです。何か兄弟でぎくしゃくしていたんでしょうね。お兄ちゃんのことを快く思っていない話をしたので、それは違うでしょうとたしなめたのがきっかけと、花田浩二さんをたしなめたことから一気に距離ができてしまったようです。
もともと兄弟間でもあまりにも違う考え方や言動に、お互い、それは違うだろうという気持ちはあったようですが、過去にあった出来事で溝が深まってしまったようです。花田浩二さんは、曲がったことが特に大嫌いでした。兄弟でも考えが違ったので、決裂するしかなくなったのかもしれません。なお、兄弟の確執については、後ほど触れたいと思います。昔はとても綺麗だった藤田紀子さんですが、最近やたらと顔面崩壊していると噂されています。もともと綺麗なのですが、美を保つために少しお直ししているのではないかというのです。そんな藤田紀子さんの若い頃の画像を見てみます。時代を感じさせる白黒写真ですが、若い頃の画像は非常に綺麗です。顔面崩壊と言われている最近の画像を見てみます。たまたま映り方が悪かったのかもしれませんが、確かに年齢以外に変化が見て取れます。世間の見方としては、藤田紀子の目と口が引きつってどんどん無機質な顔になっていると指摘されています。ということで、 SNS などでも顔面崩壊やボトックスをしたのではないかなどと囁かれています。実際藤田紀子さんは年齢が70歳を超えています。年齢の割にお綺麗なのですが、ところどころ修正されているかもしれません。さて、先ほども少し触れましたが、花田浩二さんと花田勝さんは根深い確執によって兄弟絶縁状態に陥っていると言います。さらに花田浩二さん、花田勝さんは同じ父親から生まれた本当の兄弟ではないという噂も存在します。父花田満さんの下で横綱まで上り詰めた花田浩二さん、花田勝さんは幼い頃から理想の兄弟ともてはやされていました。しかし、実は兄花田勝さんの父親は花田満の実兄花田勝二らしいという真偽不明な噂があります。母藤田紀子さんが花田勝二さんと結婚して花田勝さんを産んだ後、花田満さんと駆け落ちして結婚、花田勝二さんはやむなく弟の席に花田勝さんを入れることを承諾し、その後花田満さんと藤田紀子さんの間に生まれたのが花田浩二さんだったというのは各界では有名な話です。やがて花田浩二さん、花田勝さんは各界で若鷹フィーバーを巻き起こしますが、現役時代に唯一実現した兄弟対決で花田勝さんが勝利した時の花田浩二さんの無気力相撲によって兄弟確執が浮き彫りになりました。この父親が異なるという噂話はもちろん公には認められていません。ただまことしやかにずっとささやかれている各界では有名な噂話となっているようです。さて、世紀の兄弟対決ですが、もし兄を立てよという裏の力が働いていたのなら、相撲に対して花田勝さんよりも紳士だった花田浩二さんが当てつけに無気力相撲を行ったと考えられますし、胸の内には父花田満の実質上の長男は自分という思いもあったかもしれません。花田浩二さん、花田勝さんの確執は1998年秋場所直前に父花田満さんが貴乃花が懇意になった整体師に洗脳されていると告白したことによって初めて表面化しました。1999年には一旦和解したものの、引退後は花田浩二さんが父の双子山部屋を継ぐ形で各界に残り、花田勝さんはタレントへの道を進む中で再び兄は相撲部屋について考えていないなど舌戦が勃発したのです。2005年5月に父花田満さんが他界した時には、喪主の座や遺骨の管理、遺産相続をめぐって激しく対立しました。ここでも唯一の実子である花田浩二さん、戸籍上の長男である花田勝さんという対立構図が明確になり、遺産については花田勝さんの全面放棄という形で決着がついたようです。以後花田浩二さん、花田勝さん兄弟の関係は断絶となりました。花田浩二さんは父の生前不倫騒動を起こして離婚した母藤田紀子さんにも絶縁を突きつけ、母の肩を持つ花田勝さんとは完全に袂を分かつこととなったと言われています。確執について
花田浩二さんの口から多くが語られることはありませんが、花田勝さんは2014年のテレビ番組に出演して、弟は頭がおかしくなったから復縁は 100% ないと語っており、現在の兄弟仲が修復される気配はないようです。元横綱若乃花でタレントの花田勝さんが2020年3月13日カンテレで放送された解決エミチャンネルに出演し、母の藤田典子さんが横綱白鵬と同じ病気になり、私はもう死ぬと話したことを明かしました。 MC の上沼恵美子さんが、お母様が具合が悪いってお聞きしましたと花田勝さんに尋ねました。花田勝さんは、ちょっと前ですね、蜂窩織炎という病気です、皮膚の病気でよく足が腫れるんですと症状を述べ、白鵬がなった病気ですと補足しました。レギュラー出演者のキングコング梶原さんが、力士の方が良くなるとさらに補足しています。上沼恵美子さんが、力士の方が良くなる病気におかみさんがなったと驚いていました。花田勝さんは、太ってる人が良くなります、僕もなったことあります、パンパンに腫れてと述べていました。上沼恵美子さんは、お母さんは細いですよねと藤田典子さんはスリムなのにと尋ねました。花田勝さんは、藤田典子さんの症状が年末から年明けにかけてひどかったと話し、正月に一緒に過ごしていたんです、うちに来る前に病院に行くチャンスはあったけど、ずっと痛いと言っていたと振り返りました。病院が開くのは1月4日以降だったことから、藤田典子さんはずっとスマホで病気について検索していたそうで、最悪の場合私はもう死ぬと弱気になっていたそうです。その後病気については治っているようです。いかがだったでしょうか。花田家の表向きはとても理想の家族としてテレビに取り上げられていました。しかし内情はご両親の不仲、一方の不倫、兄弟は確執と、あまり一般家庭では一変に起こらないようなことが長年悩みの種だったようです。弟の花田浩二さんは相撲部屋を畳み、親方業を廃業しました。そして自身は離婚し、子供たちとも疎遠となっています。一方の兄の花田勝さんは、結婚と離婚を繰り返しながらもタレント業を続けています。藤田典子さんは、唯一花田勝さんとは関係性は良好のようです。自身の関わりのあるお孫さんと自由に会えないのはなかなか悲しい現実ではありますが、今後少しでも関係性が改善されることを願うばかりです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。